名著メモリー。はい、皆さんどうもこんにちは、レッドです。今日は声のトーンが少し風邪気味でおかしいので、このような感じになってますので気にしないでください。本日は何をするのかと言いますと、こちらシルビアのドアの下のところに LED をぶち込んでいきたいと思います。しかしですよ皆さん、ただの LED ではございません。こちらの LED ですが、こちらの LED なんと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 流れるんです。こっからピコ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 って流れるんです。取り付けもね、至って簡単なので、今回の作業は皆さん、サクサクいけちゃいますよ。それではレッツスタート。トゥー。さあ始まりました、レッド先生の DIY シリーズ。今回はドア下に流れる LED の取り付けです。果たしてうまくできるでしょうか。それではレッツスタート。それではドアパネルの方を外していきたいと思います。シルビアの場合ですと 1,2,3,4,5,6,7,8 箇所、8箇所ありますので、それを取ってください。周りのビスが取れましたら、次にドアのこの引っ掛ける溝のところにこのようにありますので、これをプキッてね、マイナスドライバーで取ってあげるとビスが出てきますので、ここに向かってドライバーを差し込んでください。このように取れるので、ポケットを引っ張ってください。よいしょ。そして次にこのドアのね、このノブの部分のこの部分、手前に引くと外れますので取っちゃってください。はいはい、あった、いけねいけね。助手席はこの部分にもビースがあるんです。これで全部ドアのビスが外れました。あとはドア下を下から手前に引いて、上にちょっと持ち上げるだけで簡単に外れます。こんな感じに、ドアパネルが外れましたら、今度はね、このカップラーがありますので、このカップラーを下からグッと押さえながら引くと、よっよっ、はい、取れます。これで完全に分離ができます。はい、取れます。次にスピーカーを外してください。皆さんと多分形が違うと思いますが、スピーカーを外します。よいしょ。で、配線をピピッと外す、外す。 OK。 次はこの LED テープのこの根元のところ、最初のところがね、少し防水加工が微妙だと思われるので、防水収縮チューブ、こちらの収縮チューブは普通の収縮チューブと違いまして、この中身の方にですね、ホットボンドの素材が入ってまして、収縮すると同時にホットボンドが溶けて完全にね、密封状態になりますので、こちらを使って一応ここの部分保護していきます。いやー、先端にはめはめはめ、トゥー、グッグッグッと押し込みます。奥の方まで入ったので、ヒートガンで炙ってきます。見えますかね、先端からこのね、液体がドゥルルって出てきてますね。これで完全密封状態です。次にですね、この脱脂剤プレソルかブレーキクリーナーなどを使って、今から LED テープを貼るところをきれいにしていきます。シャオシャオ。では脱脂作業が終わったので貼ってきます。ピー。現在この LED テープがこのようについております。そしたら次に近くに穴がありますので、この穴に配線を通していきますと、このスピーカー部分から配線が出てきます。
そしてこの配線の電源確保ですが、この黒は直接ボディのどこかアース、金属部分に取り付けてください。そしてこのプラス、このプラスの電源確保ですが、窓を開けたり閉めたりするところのカプラー、こちらのカプラーがあります。このカプラーのね、この今見えますかね、この金属部分、この 1,2,3,4,5、5箇所ある金属部分にテスターを通して電源が来るところを探してきます。で今回使うテスターはエーモンのデジタル式のテスターです。こちらのクリップアースになりますので金属部分に取り付けてください。近くにあるビスです。ここからアースを取ることを前提でつけます。次に先ほど言ってた 1,2,3,4,5 箇所、こちらの方に先端の方をつけてテスターが反応するか見ていきます。反応しません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 。今5箇所確認しましたがどこも反応しませんので、車のエンジンのキーを一度オンにします。キャッチー。今キーをオンにしたことによって電源が来てるところがありますのでそれを探します。来てません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 。来たー。来たー。反応しましたね。ということはここです。この配線が電源キーをオンにした時に来ますので、これをプラスに設定したいと思います。電源確保はですね、こちらのエレクトタップをここにセットして押します。そしてペンチでぐーっと圧着して、これで今電気がこの金属部分まで来てます。次にこの反対の方にこちら LED から出てるプラスをこのようにかませて、これをね、蓋をカチッとしてあげるとカチッ、これで電源確保ができました。プラスのね。はい、次にアースです。アースはですね、このようなものを用意します。次にこのボディのビスを外して金属部分からアースを確保していきます。外れました。ここに先ほどの金属をはめて、あとはこのまま戻していくだけです。これでアースが取れましたので、こちらのアースを先ほどの LED のマイナスをこちらの方につけます。これでプラスとマイナスが確保できて電源が確保できました。一応 LED 側の配線が短いのでハンダで延長しました。で、ここに収縮チューブをつけてヒートガン OK。そして LED の付け根がとても剥がれやすいので、ここにグルーガン、ホットボンドですね。こちらのホットボンドで端っこを止めていきましょう。よっ、あつ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 。これで一応端っこの方が剥がれる心配が少しなくなりました。当然 LED の配線の根元の方にもこれをつけておきましょう。プイ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 、こんな感じ。せい、いいですよ、くっついてますよ。 OK です、これで完璧です。さあ、これで全部配線の作業が終わりました。あとはエンジンをかける一歩手前までキーをオンにした時にちゃんと起動していれば、あとは戻していくだけです。わーよ、来てますね、流れる LED がいいですね。あとは戻していくだけです。完成でーす。パラパラパパー。では両ドアが終わってるので一緒につけてみましょう。はい、皆さん、これが現在の状態です。すごいエロチックです。いいですね。もうちょっと暗くなるまで待ちましょう。これが夜ですね。めっちゃエロい、すごいいいですね。ふぅ、たまらない。すん、流星ですね。流星の LED です。これが夜の姿です。はい、皆さん、流れる LED いかがだったでしょうか。ガルウィングとかにしてる人だったらもうぜひね、これおすすめです。ガルじゃない人でもドア下とかにつければ、ドアを開けた時に下がね、こうエロくブラッて光るんでね、目立ちますよ。夜、一味違うものをつけてみてはどうでしょうか。自分は一応これ Amazon の方で購入しました。値段の方自体もね、そんな高くなかったので、とりあえず流れる流星 LED かな、そこら辺で検索をかけてみると多分見つかるかもしれません。で、ポイントとしましては、
車ね、黒のゴムモールと今被ってるので、黒ベース、できるだけ黒ベースを買うようにしてください。多分白だとね、目立っちゃうので良くないと思うんで、風が強いな、この野郎。それではあなたのカーライフが楽しくなるレッツカーエンジャイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の方をしておくとね、不定期で動画を出した時にすぐにあなたの元へ動画が届きます。風が強いよ。風が強い。強い。